おはちこんはちこんばっちー、ハッチチャンネル始めていきます。いよいよマイライフ始めていきたいと思います。おじい伝説開幕じゃということで、オリジナル選手でやっていきます。やる選手、こちらのおじい、オール G の選手ですね。どこまで進化するか楽しみですね。球団は2016同様、菊池選手と争ってもらいましょう。で、おじいの顔ですね、こちら田中のじいちゃん、サクセスキャラ、使用できないということなんで、最初はパープロ君の顔になっております。社会人のドラロック4月1日一番年齢を高くですね、でプロフェッショナルでいきたいと思います。さあおじい頑張れ。2017年12月入団会見、今日はいよいよ入団会見ということで、まあ、この辺はね、あの普通のマイライフと変わらないと思うんで、まあ、他の、プレイヤーの方、実況者の方のも見てると思うんで、あんま変わんないかなということで、まあ、サクサクと行こうかなと。寮のおじいちゃんなんか太った、なんか昔よりも丸っこく見えるのは気のせいか。お、同僚誰だっけ、奥井くん、奥井の顔もなんか違うな。ガヤガヤ。さあ広島のキャンプ、オープン戦で結果を出せば、レギュラーのチャンスということで、おそらくヒット2本ですよね。さあいよいよおじい開幕ですね。現在のデータこちらです。左投げ右打ち、左投げのセカンドは、まあ守備に関しては多分問題ないと思うんですけど、右打ちっていうのがね、左右ってなかなか個性のあるスタートっていうところが、ネタかなと思っております。前回コメントでもらったと思うんですけど、左投げ右打ちっていうのはポイントです。おじい練習しなくていいんじゃない。あーこの辺欲しいね、ムード丸とかいいじゃん。おじいちゃん特納何も持ってないからね、何かしら欲しいよね。おお取材ね、教えてください。おお、あこれ現役の選手たちじゃん、今年の。さあさあさあ、そうだな、開幕までかな。マイライフどのくらいの時間で投稿しようかなとまだ考え中なんですけど、まあ1本あたり15分20分届かないぐらいの動画になればいいかなという感じで編集したいと思います。二神特訓で、パワーヒッターとかもこれで覚えられるんだ。ムードをつけよう、ムード。年を取っててもムードはいい、いいね、かっこいいね。これでさ、あの世界大会とかも出れるんでしょ、すごい楽しみだよね。まあおじいが出れるかどうかは分かんないけど、おじいちょっといいか、走塁にこだわりはあるか、それとも打席に集中したいか。あこれはとりあえず打席に集中ですね。お、なんか来たよ。さあこれでムードがつくかな、まだか、あと1回、あと2回ぐらい必要なのかな。多分キャンプあと1回しか練習できないよね。ムードはじゃあつかずにシーズンいっちゃうかな。2月22日猫の日、ハッチの日。あこれでいけるか、いけない。そうなんだね、いけないんだね。さあ打ちましょう、打てるんかな、負けないぞ。よーしミッションスタート。さあいよいよオープン戦、オープン戦3試合ですね。打てるかどうかは知らん、頑張って打つが
体力も重要なんだよね。いよいよオープン戦だ。街のスポットを教えてやろうか。お願いします。いい返事だ。プロ野球選手といえば野球だけが人生じゃないぞ。家を建てる。そう思います。やっぱりいや。さあいよいよ試合、横浜戦ですね。なりきりプレイとかも選べるんだ。高速試合 VR 試合プレイ。わあ、これ VR 持ってたら絶対楽しいやつじゃん。ってことで普通のまずは試合プレイしてみましょう。広島東洋カープ対横浜。さあ初戦だ。さあ初打席。おじいちゃん、やっぱ顔設定だね。顔設定早く整形してあげたい。かわいい。第9投げました。仕事は分かっているよ。ピッチャーが左へ転がした。足補正。でもオープン戦だから打ちに行かなきゃダメかな。初球に送ってストライク。まずは見送りました。1球目ストライク。さあ打ちました。これはうまく落ちる。前進。掴んで落ちない。外野が前進している。お、これはランナー一塁三塁という場面で流し打ち。どうだ。一塁線わずかに切れてファール。投げた。ボール。スクイズ警戒かな。第3球を投げた。いいハイ。ボール。危ない危ない。ポテン来て。ポテン投げた。ボール。膝元。ボール。よし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 。第5球投げた。よっしゃー、ナイスタイムリー。これ3ついけるっしょ。ナイスラン。オッケー。おじい初打点。よし、もう1打席2本目打ちたい。しっかり見ていこう。第2球投げた。流し打ち。佐野交代。惜しい惜しい惜しい。ファール。第3球を投げました。もう追い込まれてるからね。第4球を投げました。打ちました。センターへ持っていった。オッケー、2安打。ナイス。センターバックホーム。 G、 ナイス。おじい、これは開幕1軍いけるぞ。いやいやいや、おじいのタイムリーでしょう。解消。あ、こういうのも出てくるようになったんだ。へえ。今日は3打数2安打1打点の活躍ね。え、しっかり打てたわ。オッケー。これはちょっと休もう。おじいちゃん疲れちゃうからね。早く整形をしたいぞ。練習はしないですね。合計7本打つ。え、めっちゃ打たなきゃダメじゃん。あと3試合、あと2試合で5本。めっちゃ打たなきゃダメじゃん。商店街行きましょう。ブラブラ歩く。まだ多分他のこと何もできないと思うんで。おお、アイテムをもらった。とりあえず施設のレベル上げをしていく感じになるのかな。そうか、これヒット打たなきゃいけないからバントしてる余裕ないんだね。さあ9番おじい。広島東洋カープ対中日ドラゴンズオープン戦の模様をお伝えしてまいります。あちら、カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。打つぞ。先頭バッターは9番 G。 初球を打ちました。よっしゃ、1本目ナイスヒット。結構怪しかったね。よしよしよし、とりあえずみんな打ってくれればその分打席が回ってくる。第9投げました。スプリット。ウェイ、スプリット。ストレートか通信か。これは落ちるんじゃない。ナイスタイムリー。 OK、 ナイス。 OG2 本目。いいぞいいぞ。追加点のチャンスを迎えた。お、もう一打席回ってきた。ランナー一塁三塁という場面で。いやー、今のは振っとくべきだったな。初球ストライクから第2球。危ない球。オッケーオッケーオッケー。そんな曲がんない。第3球を投げました。ストライク。バッター追い込まれました。しっかり見てこう。第4球を投げた。アウトコース。うわー、入ってる。
もったいね、チャンスで打ってくれって言われちゃうね。今日2本のヒットを放っている G、 決まってストライク。今のもったいないな。第2球打ちました。単に下がっていった。あかん。これで2アウト。あとヒット3本ですね、ノルマ。カープ解消しました。とりあえず勝った、いいぞ。本日のヒーロー次だ、解消。いや、おじいもねタイムリー打ってるから調子はいいぞ。よし、調子が絶好調になった。そしたらおじい疲れてるからな、お出かけしよう。練習はしない。公園、ラジコンは持ってないから公園を散策。おじいじゃない、二分手。これで総力ポイント上がるんだ。おじいがどこまで成長するかっていうのも見てみたいね。そしたら休養、こういうショッピングモール、何も買えねえや。あ、釣り用具買えばよかったかな。さあヒット3本打てるかな、おじい。残りノルマカウントは3ですね。行きましょう、オリックス戦9番だ、ね、オープン戦の模様をお伝えしてまいります。開幕戦をヒット、バントしちゃったのがもったいなかったね。さあ残りヒット3本打てるかな。第1球投げた、見送ってスライ、スプリット。第2球投げた、打った、危ねえ。第3球よし、アット左中間、どうだ、オッケー、ナイスヒット。結構マシンには当たったような気がしたけど、それでもレフト前に落ちる。先ほどヒットを放っている G、 投げた、打ちました、危ねえ。ファール、ここでもう1本打てばリーチ。危ない球、おい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 。第3球は見送ってストライク、追い込まれた。第4球を投げた、低め、外れてボール。奪三振持ってんだね相手は。次は5球目、よし、ナイスヒット。センター前ヒット、さあリーチがかかった。1軍に、開幕1軍にリーチ。カープ大展開で迎える8回、ラスト打席っぽいな。おお、危ない危ない危ない。第2球。さあ頼むよ。低め。よしよしよし、しっかり見る。第3球。オッケー、ボール。いいぞ。でもファーボールもダメだからな。もう。おいおい、逃げるな逃げるな。第5球。ストレート来い。投げました。打ちました。危ない。ファールボール。また大丈夫か。次の球がラストボール、外れんだよ。投げました、あっと引っ掛けた、どうだどうだ、ダメか、惜しい。これで2アウト、逆転されて、逆転されて、カープ1点差に到達。おー、惜しい。さあ本日のヒーローは、いやヒット6本か、1本足りずか。いや、よく頑張ったよ。赤敗、これなら開幕1軍もあるかもしれないぞ。お、わかんない、どうだどうだ。でもどうせそうですよね、ミッション失敗ですよね。開幕1軍デビューへ失敗。いやでもね、こっからね2軍から1軍へ這い上がってっていうおじいのストーリーありますから、楽しい楽しい楽しいストーリーということで、もう少し、進めてやろうかな。とりあえずおじいをね整形したいんだ、整形したいんだけどまだ何もできないかな。不動産屋来年オープン、あーそうだね、毎回来年オープンだよね。
星2。いいよいいよ。さあ間もなく開幕ですね。さあ2軍でしっかりと活躍をして1軍に上がる。はい、ということで今日はこのパートはここまでにしたいと思います。次からですね、南條さん。はい、ということで今日はここまで、次回おじい整形をするとかそんなような、タイトルでやりたいなと。早く整形したいということでお疲れ様でした。バイバッチー。